はい。ということでできました。僕が考えた最強の M4 だー。ということでコストが、あびゃー買います。ちょ、ちょ、待ってよ、これ。ひどすぎる。なんだこのバケモンは。おー、すげえ。おほほほほほほ、ちょ、めんどくせえ。三つ切り替え。めんどくせえ。しかもこれ、ドットサイド見てへんけ。オフセット全く意味がないけについて。はいどうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回は、以前も僕のチャンネルで紹介させていただいた、今年流行るかもしれない、新作モバイル FPS のアリーナブレイクアウト。はい、こちらがですね、ついに国内で完全リリースということで、本日から iOS、Android の各ストアで、こちら遊ぶことができます。で、まあ、こちらのゲームですね、まあ、どういったゲームなのか、まあ、一言で言うならば、昨今流行りのタルコフ風ということで、まあ、通称エスケープ、脱出型のゲームで、まあ、キルとかは2の次、3の次で、とにかく脱出することがメインなんですよね。まあ、バトロワだとたくさんキルポイント稼いで、なるべく順位が高いように生き残るっていうのがね、バトロワですが、このゲームはデスした瞬間に等しく敗北者なんで、まあ、A ブロックとかもね、もちろん大事なんですが、なんと言っても立ち回りですね。まあ、戦闘せず逃げる判断ができる、逃走経路が作れる。まあ、これがね、A ブロックよりも重要な要素になってきます。で、この手のゲームで一番難解なのは、とにかく知識ゲーで、もうひたすらやり込むしかないんですよ、本当に。で、何も知らずにこのゲームやると結構ね、苦戦する方もいると思いますので、まあ、僕もね、まだまだ知識が浅いんですけど、今回ね、ちょっとありがたいことに公式さんの方からね、まあ、先行プレイのコードもらって事前にプレイしておりますので、早速ね、このゲームの魅力ってのを紹介していこうかなと思います。では、参りましょう。はい、ではまず、このゲーム、脱出してね、生き残るっての分かったんだけど、じゃあ具体的に何をするゲームなのか、まあ、いろんなね、FPS ゲームはね、まあ、単純にキルをするとか、ランクをつけるとかありますけど、このゲームは現地で物資を回収し、ミッションをクリアしていって、レベルを上げて、さらにはそれで得たお金とかを貯めてより良い最強の装備で敵をぶん殴るかっこ金の力ってことで、まあ、このゲーム FPS だと珍しく最初からこう事前にねこう装備を決めて出撃することができるんですよね。だからまあ他のバトルアゲーとかで言ったら最初からねレベル3アーマーみたいなカチカチのアーマーつけていってだとか、最初からフルカスタマイズされた武器とかをね持ち込んで武器も最強、まあ、その他も回復だとかね、そういったのを大量に持っていってもう潤沢装備で戦うことが可能なんですよね。だから逆を言えばどんだけ FPS が苦手な人でも最初からちゃんとね下準備しておけば、まあ、憂いなしということでね、多少の実力差ぐらいであればね装備でね簡単に埋めることができるんですが、ただやはりねこのゲームちゃんとした FPS ゲームですので、まあ、一筋縄でも二筋縄でもいかなくて、このゲームね通称ハードコア FPS と言われるところなんですけど、まあ、言ったらめちゃくちゃね溶けるのが早かったりだとか簡単に死んじゃうんですよね。一瞬で死んじゃうことなんですよ。だからアーマーをカチカチつけるっていうのがあるんですが、これデフォルトの体力だとこれ頭部ダメージが35って形で、これが0になってしまったら死亡なんですよね。ただこの世界線の武器だとこれ弾薬の種類とかいろいろあってね、威力が変わってくるんですが、例えばこちらのね、通常のアサルトライフルの弾だと基礎ダメージが53なんですよね。だからアーマーがないところで顔当たってしまったら一発で死にます。デデドンですよ。でその他も例えばこれグロックですね。まあ通常他の FPS とかだったらこういうねハンドガン系って言ったら威力低いから頭とかでもね 2、3発切るみたいなところじゃないですか。ただこのゲームだとはい通常ダメージがね普通に50ありますので、簡単にワンパン持っていくことができます。なんやったらねアーマーがない胸の部分でもハンドが2発当てればキルすることができるっていう形のめちゃくちゃ理不尽ゲームなんですよ。だからこそまあ、最終的にはやっぱね、腕前が左右されてくるところもあるんじゃないかなってところで、なかなかねバランスが難しいゲームだと思います。ただそれがね魅力だし、死んでしまったらねタルコフ風同様必ず全ロストしてしまいますから、このゲームと一生懸命作った装備がなくなってしまうっていう、もうこれがね敵が一生懸命作ったんやろうなってこう装備を奪う快感ですよ。あびゃーっつってあの FX 全部金とかしたような感じの顔をね敵にさせられるってことで、すごく性格がね悪くなります。はい、そういったところからねめちゃくちゃ面白いゲームなんで、その他のねちょっと魅力点も紹介していきたいんですけど、なんといってもこちらガンスミスですよ。まあ、他のね FPS ゲームでも多くあるので知ってる方が大半だと思いますが、銃をカスタマイズすることがねまあ、このゲームできるんですよ。まあ、リアル思考なのでかなり銃の種類もあって、マニアックどころからこれなんやねんみたいな武器も多くあるんですが、このゲームのカスタム要素が本当にすごくて、例えばねそんなに拡張性のない AK とかでもまあ、こんな形でレシーバーだけでねまあ、こういうレールをつけられたりだとか、ストックもですね、チークパッドつけられたり、まあ、こういった形の、種類のストックもあったり、これマニアックだけど、これ多分 AKα のストックだよね。誰が知ってんねんっていうようなストックだとか、マガジンもこの種類ですよ。やばくないですか？いや、だからね、本当に無限なんですよ。マジで。で、これもね、随時アップデートとかでまた追加されていくから、ね、まだリリース前でこんだけあるってなったら、それはもう神ゲーでしょと。もうミリオタ、ガンオタ、満足するでしょというところで、自分ならではの武器を作ったりとかもすることができます。ただ、それを作って持っていってやられてしまったら、
発狂です。ちなみに銃のカスタム自体はこんな形で保存はできるんですけど、またね、お金がかかってしまうということで、まあ、時間がね、食われるわけですよ。はい、ということでね、早速、今回はちょっとコスパ装備ってところで、まあ、序盤からね、使いやすいこちら AK-74N ですね。まあ、これは序盤から普通に使える武器なんですけど、これね、結構敵の NPC とかがね、普通にマガジン落としてくれるんで、まあ、これでちょっと一旦ね、やっていこうかなと思います。さあ、では早速やっていきましょう。ということで、今回マップはこちら農場ですね。まあ、一番最初の初期マップとなっております。で、こういう形で、まあ、ミッションを表示されてて、とまあなんか輸送車両行けって書いてあるから、輸送車両行きましょうか。はい、こんな形でね、ミッションをマークすることができます。で、まあこのゲームね、タルコフとかでもよくあるんですけど、足音がね、ほら、左斜め上にあると思うんですけど、こういう形でね、今どれぐらいの足音で今歩いてますよっていうのが表示されてるんですよ。だからこれをね、足音をじゃあちょっと走らずに歩いてあげるとこういう形になって、さらには、これ右斜め上のボタンにあるんですけど、まあこんな形でね、静かーにやることもできますよと、さらには歩幅でとかするともうちょっとちっちゃくなるよって形で、まあ自分のね、その足音だとかを調整することができるんですよ。で、なんといってもこのゲームはね、リアル FPS なんで見てください。眺める動作がもうこのベータの状態であると。いやー、これは期待できますよ。だから自分の好きなね、武器をカスタマイズして、いっぱいね、めでてあげてくださいっていう、眺める動作、いいね。で、こんな形でほら、ミニマップのこの、なんてコンパス表示って言うんだっけ、これ。ね、とかで、あの、銃声とかがね、赤点表示してくれてるんですよね。まあ、これもコールオブデューティーの、あの、MW2019 とかでよく採用されてるやつだったりとかするので、まあ、割とね、慣れてる方多いんじゃないかなと。で、本当はね、こういうところいっぱい漁ったりだとかするんですが、とりあえず今回はね、まあ、サクサクサクとこうミッションやって、敵をね、プレイしていくということで、敵をプレイってなんだ、敵をキルしていくということで、まあ、こんな形でね、AI がいるのでしっかりとキルしていきましょう。で、AI キルしたりとかすると、やっぱその銃声でね、敵プレイヤーが来たりとかするかもしれないので、まあ、キルしたらもうそのまま油断しちゃいけませんよと。で、敵の装備こうやってパクりましょう。で、こういう形でリグだとか漁って、まあ、この武器の弾がありますわなっていう。で、バンデージはちょっと欲しいのでもらっていっといてと。で、あとこのゲーム、弾数がね、表示されないので、何発撃ったかっていうのを、まあ、体で体感しないといけないんですよね。覚えなきゃいけないんですよ。ただ、こういう形でね、弾丸チェック、弾丸というかマガジンチェックですね。まあ、大体これ残り弾数半分ぐらい入ってますよっていうのを、その重さとかでね、こういう形で判断してね、表示してくれるんで、まあ、今何発撃ったかな、リロードした方がいいかなっていうのは、こうやってマガジンチェックするとね、はい、いいというわけですよ。で、このゲームは基本的に、まあ、ゴミ拾いゲームとなっておりまして、いや、こんなん何に使うねみたいなアイテムとか、パーツとかを持って帰るゲームなんですけど、まあ、こういう形でね、コーンフレークっていう、美味しそう。まあ、こういうのとかも食料を持ち帰れっていうミッションがあったりとかするので、拾ってね、持って帰ったりだとか、まあ、自分で食べることも全然ありますよね。まあ、結構ね、そこら辺もね、その、モーションとかも面白くて、回復するね、モーションもあるし、食べ物を食べるモーションとかもあるので、そこら辺もね、ASMR、音フェチファンにもたまらんのじゃないかなっていう。ミッション近くまで来ると、波動で表示してくれてますね。これか。はい。拾うと、敵のプレイヤーの声聞こえるな。いた。オッケー、ナイスキル。で、さすがにこれ多分リロードしないといけないのでリロードしていきましょう。よし。プレイヤーいるね。プレイヤーじゃねえわ。AI だ。オッケー。まあ、ああいう遠距離とかフロートじゃなくて単発撃ちと。わ、M3A1 だ。懐かしい。第二次世界大戦の武器ですね。これは拾いましょう。で、拾って敵のマガジンからこういうのも回収しちゃって。はい、じゃあちょっとミッションを確認したいので、一回こういうね、物資のところに隠れて確認しましょう。はい。ジャイロスコープ見つけたので、一個届けると。まあ、届けろなんで、多分このままでクリアできるかな。持ち帰るだけっぽいですね。まあ、これがね、アリーナブレイクアウトですよ、皆さん。わかりますか？え？って言った瞬間に敵プレイヤーに殺されると。で、このゲームはリアルなんで、何発食らったかーっていうのが、見れて、敵の武器とかもね、見れるわけなんですけど、だいたい胸に3発かな被弾して、アーマー貫通して抜かれたって感じっぽいです。いや、RPK-16 かよ。しかもサプレッサーついて、ハイブリッドサイドもついてるな。そして、先ほど私がね、使った装備がこんな形で、すべてなくなります。まあ、一応ね、こういうセーフバックパックみたいな形で安全コンテナがあって、この中にあるのはなくなんないっていうね、まあ、要素があったりとかするんですけど、まあ、それはちょっとまた別のお話ということで。いや、これもうやられた瞬間にね、まあ、先ほど大した装備じゃなかったけど、僕がガチガチ作った装備だったら、アビャーなわけですよ。ということで、次はじゃあちょっとアビャーしていきたいんで、ちょっと武器買っていこっか。ちょっと装備ないよな。HK416 か。けど、ここら辺をさ、まず一回買わないとガンスミスで作れないから、マーケットでオンラインプレイヤーが誰かが持っているかを確認します。まあ、こんな形でほら、これ一応オンラインマーケットで、これリアルトレードされてるんですよね。まあ、もちろんリアルのお金じゃなくて、このゲーム内のお金で売り買いされてるんだけど、まあ、武器的には、M4 が1個あるから、
まあありがたく購入させていただきましょうか。はい、でこれで M4A1 を調べて、はいはいはいと、じゃあこいつのカスタムをしていくんですけど、まあこのゲームね、なんかその実銃知らないとミリオタじゃないとなんか楽しめないのかってそんなことはなくて、そういう方でも簡単に楽しめる要素があって、それがですね、この武器に必要なパーツっていうのが、まあ例えばね、これマーケットで見ようと思ったら武器のパーツで調べて、まあサイトとかもね、これずらーってあったり、ストックとかでもずらーってあったり、こんなんさ、もうミリオタじゃないとわからへんわけですよ。何がやりたいねみたいな。けど安心してほしい、このゲームは、ここのね、詳細のところから関連性で検索するってすると、はい、この M4A1 に付けられるアタッチメントっていうのが全て、簡単に見ることができます。まあこれはね、別ゲーのタラコフとかでもあったりする機能なんでね、まあおなじみだと思うんですけど、もう全部こういう形でね、わかりやすく変えてくれてるので、お言葉に甘えてね、いろいろと見ていきましょうか。いや、てかね、もっとわかりやすくすれば、これ M4 買った段階でこれガンスミスでさ、確かいじって大体作れるはずなんよな。いや、これはもう P マグでしょ、 C3 の P マグつけてと。で次がキャリハンをまず外す。あ、これオフセットもつけられるんや、へえ便利。でこれはもちろんサプレッサーですね。でサイトはこれ、いやホロサイトとブースター使おっか。でここでオフセットを斜めサイトつけてあげて、 AR15 タイプつけてあげて、ハンドガードをつけてあげると。で、このハンドガードに対してグリップをつけるんですが、まあ、どうしよっかな。M4K か。いや、ちょっとスタイリッシュのこの三角おにぎり組んでいく。で、上にはレーザーサイトとかつけられるわけなんですけど、まあ、ここいるあたりは何でもいいか。で、さらにレーザーサイトも見続けできるぞ。で、さらにオフセットで、つけられるぞ。で、装飾も、装飾は今のところないんか。で、ストックも、パイプは、これ変えたらあかんのか？ストックどうしよっかな、これ。M4 ストック。まあ、中のじゃあチューブは変えずに、ここいらあたりちょっとごつい系の。ちょ、これ。これいけんの？俺。で、チャージングハンドル。チャージングハンドル変えて、これどうなんの？このやつ。はい。ということでできました。僕が考えた最強の M4 だー！ということで、コストが、あびゃー買います。ちょ、俺、ベータやからね、これやるけどさ、製品前だ、俺絶対こんなことせえへんからな。ちょ、待ってよ、これ。ひどすぎる！ひどすぎるぞ、これ。なんだ、このバケモンは。もうね、この動画で、ね、案件っていうか、まあ、クライアントさんからね、先行プレイしていいよって形でね、やらせてもらってるけど、死んだら、動画切る。撮影ボタン止める。いくらね、先行プレイでこれが製品版にね、このデータが引き継がれないとしても、私はですね、待って、これ、レイドモードが来たな。傾斜に行ってドライトランシーバーを手に入れろ、OK。なんかこういうなんか、イベントも来るんやね。で、もう本当にね、何度も言う通り、次死んだら、あびゃーっつって切るから、動画。録画ボタン止めるから、即終了するん で、今のうちに言っとくわ。ぜひともね、この動画を見てね、このゲームやりたいなって思ったら、ぜひとも概要欄からね、このゲームの、ほら、まあ、インストールをね、していただければなと思います。食べ物確かこのね、コンビニあるんよな。チップス、ポテトチップス、ドリンクマブル、山の天然水。おー、すげえ！おほほほほほほ！ちょ、めんどくせえ！三つ切り替え！めんどくせえ！しかもこれ、ドットサイド見てへんけん！オフセット全く意味がない件について？いや、これやばいわ、マジで。は？ほら、舐めるなよ。強化された俺の M4A1 に勝てると思うな。ちょ、ホロに切り替えるわ。いた。オッケー。いるな。オッケー。ん？なんか銃声したな。ってことは、俺以外のプレイヤーがいるはずなんで。は？おー、ぶねえ！リロードする。おーい、くらえ！お、お、よいしょ。あいつ、スナイパーライフル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 。はい、どうぞ。出会ったらゴールゲッチュー。あんな言えば、お前。あれ？カウンター上、出せない。出せないのか？え、希望来い！フラグオンラインは、からの？お、倒した！池田、やった！これ何？何これ何？スパイダー、雲の皮。あ、ちょっとください。やめろー！何のキーが動かない！駐車止め。おー、来た！マジで！嘘！オーマイガー！オーマイガー！ちょっと待って！嘘やろ？フリーホールで？マジで嘘やろ。え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん。マジか、全然見えへん、全然見えへん。